世田谷区玉川花火大会及び川崎市政記念玉川花火大会は東京都世田谷区と神奈川県川崎市高津区にまたがる双子橋付近の玉川河川敷で行われる花火大会である。2017年まではおおむね8月第3土曜日に開催されてきたが同年に発生した落雷事故を受けて2018年からは 気候が安定しやすい10月開催に変更されている。世田谷区玉川花火大会と川崎市政、記念玉川花火大会は、国道246号双子橋及び、東急田園都市線玉川鉄橋付近を中心とした玉川河川敷で、おのの開催される。両大会は別々の大会であるが、開催場所が隣接しており、 また1994年以降は同日開催が行われている。そのため、周辺住民は二子玉川の花火大会として同一の大会とみなしている面もある。実際、交通規制等で両大会が協力する点も多い。上記の開催時期変更も両区市が協議して決められた。開催日時は基本的に毎年8月第3土曜日の午後7時頃からであった。 なお2011年の大会では、世田谷区川大会が、東日本大震災の影響等を鑑みて、開催を取りやめ、川崎側の単独開催となり、開催日程も10月1日となった。打ち上げ数は両大会それぞれ約6000発、合計約1万2000発。観客数は両大会合わせて、通年60万から70万人程度。 最高で100万人を数えた年もある。川崎市側単独開催となった2004年から2006年は30万人前後であった。これらの大会は自治体による出資のほか地元の商店、企業などからの寄付、地域住民の募金活動や警備の応援、ボランティアによるゴミの片付けや事後清掃活動などによっても支えられている。世田谷区南部、川崎市及び 多摩田園都市地域における夏の風物詩になっていた。世田谷区玉川花火大会主催は、世田谷区玉川花火大会実行委員会。打ち上げ場所は、玉川佐岩の双子橋より上流、世田谷区鎌田一丁目の双子玉川緑地付近。2004年から2006年までは、会場付近で玉川と合流する、野川の水害防止のための河川改修工事が行われており、 観客の安全を図れないという理由で休止されていた。しかし、2007年3月に河川改修工事が完成し、2007年に再開された。また2011年は、東日本大震災の影響で、節電によって、近郊電車の増発が困難と見込まれたことと、自治体や警察、消防など、関係機関が、 被災地へ人員を派遣していて、花火大会の警備等に咲く人員の不足が懸念されたことなどを理由に開催休止とされた。川崎市政記念玉川花火大会川崎市主催で、地元企業や商店、地域住民などが講演して開催される。打ち上げ場所は、玉川う岸の双子橋より、下流、川崎市高津区諏訪地崎の玉川河川敷。観覧場所となる。 花火会場は、川崎側の河川敷の本会場の他に、対岸の世田谷側にも東京会場が設けられる。川崎市の玉川花火大会は、1929年に第1回が開催され、80回以上を数える歴史、ある花火大会である。当初は、六号橋付近で開催され、その後玉川大橋付近での開催を経た後、1975年より、 現在の双子橋付近で開催されている。なお、太平洋戦争時及び玉川大橋付近の交通事情に問題があった数年間は中止されている。2011年は東日本大震災の影響により夏場の電力確保が制限されている中、電車の増発が困難であることなどを理由に10月1日の開催となった。佐賀の最寄り駅は東急田園都市線。 大井町線二子玉川駅及び大井町線、上野毛駅。右岸の最寄り駅は東急田園都市線にし、新地駅だが、非常に混雑するため入場制限されることがある。このため近接する東急高津駅や溝の口駅、JR 南部線武蔵溝の口駅から徒歩で会場に向かうことが推奨されている。各駅には誘導係員が配置され、 大仙街道を車両通行止めとして会場へ向かう、観客の安全と利便を図っている。なお、花火大会開催時には東急田園都市線と大井町線及び田園都市線と直通運転する東京メトロ半蔵門線は臨時ダイヤが実施される。田園都市線梶ヶ谷駅での折り返し列車が設定されるなど増発がなされるほか、田園都市線は全列車が 各駅停車となる。また各駅前は大変混雑するため、知人との待ち合わせ等はしないよう呼びかけられている。二子玉川駅で大井町線が1.4番線から発着していた頃、安全確保のために2番線の野川場、ホーム柵に白幕が張られ、ホーム場から花火干渉できないようにしていた。以下、2019年開催時の運行形態を記載する。 空港各路線、高速各路線は、二子玉川ライズ、楽天クリムゾンハウス、二子玉川駅バス停を合わせて、二子玉川駅海外と略記する。当日16時以降、会場周辺道路では、大幅な交通規制が行われる。おおむね、玉川両岸の第三景品玉川橋から新二子橋の間の道路は自動車通行禁止となり、 違法駐車の取り締まりが強化される。当然ながら駐車場はなく、来場者は徒歩、または公共交通機関を利用する必要がある。また、玉川サイクリングコースは、会場設営が始まる昼頃以降は、通行止めとなり、双子橋付近など、特定の場所以外から河川敷への出入りが制限され、付近の歩道橋などは、観客が集まると危険なため閉鎖される。 双子橋、新双子橋は開催中も、通行可能だが大変混雑し、また当然ながら、橋上、道路上での花火見物はできない。ありがとうございます。